ねえ、あなたは何になりたい？ここなら何にでもなれるよ。ここはエイデンアカデミー。バーチャルの世界で活躍したい子たちの学園。ここでは日々たくさんの生徒たちがなりたい自分を目指していろんな授業を受けているんだ。私ミラク、憧れのキズナアイちゃんみたいになりたくて日々活動中だけど、勢い任せで動いちゃうからよく失敗しちゃうんだ。でもでも、たくさんの人とつながっていきたいから諦めずに活動頑張ってるよ。疲れた、ね、この子は同級生のクリス。とっても可愛いのに、ダンスも一回見ただけですぐ覚えちゃうすごい子なんだ。なぜか私に興味津々らしくて、って、顔近すぎ。ミラクのパフォーマンス、キラキラしてた。彼女はノエル。歌もダンスもとっても上手で人気のバーチャルアーティストなんだ。誰よりも努力家でとっても頼りになるんだよ。私は、私が目指す完璧なバーチャルアーティストになってみせる。そしてリズ、すっごく器用でどんなことでもバーチャルアーティストの活動に生かしちゃうの。私も見習わなきゃな。うん、こんなもんでしょう。この子はクォン。物静かだけどしっかり私たちを支えてくれる優しい人なんだ。そんな私ミラク、そしてクリス、ノエル、リズ、クォン、この5人で組んだユニットがファストライブ。性格も個性もバラバラな私たちだけど、だからこそ一緒に進むことで見える世界があるはず。仲間たちと絆アイちゃんみたいなバーチャルアーティストを目指して、もっともっとつながりたい。絆のアリル2023年放送開始。